シャーレによってハンバーグ上に形成された培養肉ハンバーグとして調理中の培養肉培養肉とは動物の個体からではなく過食部の細胞を組織培養することによって得られた肉のことである。動物を屠殺する必要がない厳密な衛生管理が可能、食用動物を飼育するのと比べて地球環境への負荷が低いなどの利点があり、 従来の食肉に代わるものとして注目されている。世界で初めて培養肉に資金提供した Google の共同創業者であるセルゲイ・ブリンは培養肉に投資した理由を動物福祉のためだという。人々は近代の食肉生産に間違ったイメージを持っている。人々はごく一部の動物を見て自然な農場を想像する。 しかしもし牛がどんな風に扱われているかを知ったら、これは良くないとわかるだろう。2021年には俳優であり環境活動家でも、あるレオナルド・ディカプリオが、培養肉のスタートアップであるモサミートとアレフ・ファームに投資をしたことも、話題となった。ディカプリオは、両者の顧問も務めている。2019年現在のところ、効果であることが、培養肉の課題の一つである。 しかし、技術の発展によって、従来の食肉と同等程度までに低価格化することができると予測されている。一方で、人工的に生産された肉を食することに否定的な意見もある。代替手段ができたことにより、地球温暖化などを理由にした畜産肉規制、寄費が行われ、金持ちは高価な人工肉が食べれるが、貧困層は、 安い加工食品を食べるしかなくなるという懸念もある。21世紀において、いくつかの培養肉研究プロジェクトが実施されている。2013年8月に、オランダのチームによって、世界初の培養肉、ビーフバーガーが実現し、ロンドンでデモンストレーションとして食された。他、2016年日本の有志団体による DIY 培養による製造実証。 同団開発のスタートアップによるバイオフォアグラの製造2017年7月フィンレスフーズ社によるバイオ魚肉の製造2017年3月メンフィスミーツ社が課金の細胞培養肉などの事例がある2019年3月末には JAXA が宇宙食料マーケットの創出を目指しスペースフード X というプログラムを立ち上げた30以上の企業 大学、研究機関等が参加し、培養肉を含む宇宙で食料を地産地消できる技術の開発を行う。これは宇宙移民の実現に向けた動きの一環で、将来的には宇宙ステーションや火星に培養肉の研究所、または工場を建設する予定。2020年12月1日、シンガポールの食品庁はアメリカの企業に対して、 実験室で培養した鶏肉の販売を承認した。製品は人工培養した鶏の細胞から作られたものでシンガポールのレストランでチキンナゲットとして2021年に提供された。ありがとうございます。